勝つんかこれ。このラウンド勝つんだ。絶対勝たないと思ったけどな。ギャザ石川ありがとう。序盤技ボッコボコ食らってたからな。いやでもガエルの同キャラはマジでもう安定する気しないな、全く。全く安定する気しない。やって差つけるの難しくない。試合数が多分相当必要だと思う。ミサキとか探査機はもう本当につけらんないと思う。ただね、つけれる同キャラもあって、結構差つくねっていう同キャラもあって、スト5だとわかんないけど、スト4の竜同キャラとかは、かなり差ついた。03の、まあ、03の竜同キャラとかも結構差ついた気がするな。まあ、カリン同キャラはひどすぎると思うけどね。カリン同キャラはひどすぎると思うけどね。さすがに、どっちが中盤先に当たるかみたいなゲームだから。地上とやっぱ弾のバランスで結構差つく、組み合わせだったね。あと、フェイロン同キャラとかね。だそれに比べるとガエルはいい方だけど、とはいえ、やっぱり、結構試合数はいると思う。なんか。ライブはね、コンボ用なんだけど、あんまりそういう場面なかった。ガエルが溜め解除して前に歩くと、待ってるガエルの数字に相性よりするように、って言いました。バランスとか大事にとるけど。なるね。なる。うん。なるね。だからまああんまり、むずいんだよね、そこら辺のね。前に出るか、ソニック打つか、みたいな。ノーキャラスキル1切ないですか。まあ、スキル1もね、そんなに機能しないんですよ。正直。終盤で待てるっていうのはあるんだけど、1の方が欲しいね。だからガイルの同キャラでもし差をつけれる人がいるとしたら、中足を台足で切るとか、そういうところになっていくと。立ち中キックを台足で蹴るとか。バーストとか、バット蹴るのはまあ簡単なんだけど。ああいうその、中距離の追い払い技を、かれる人がいるんだったらちゃんとね。あれ踏み込まなきゃ多分ダメだから。もしくはギリギリすかさなきゃダメだから、すかして台足っていうことができるようになると、まあ結構差なのかな。そこは結構差が出そうだなっていう気がするね。高大介ありがとう。前シーズンだけスキル1ちっちゃいな。そう。ただ弱くなっちゃったっていうのと、スキル1が。あとやっぱりその、なんか下がっちゃうとどうしてもね。まあ、当てしないと思う、正直。基本、3試合、4試合ぐらいじゃ全然安定しないと思う。台足差し返しができたとしても。ドキは自分のキャラだからあんまり練習なくないんで。まあ、てかその知識は、事前の知識はいるんだけど、ちょっとやれば、その、あ、この技使えばいいんだな、みたいな感じで、割とすぐ対応ができる。相手のスキー中に EX に行くと、そういう場面はあったね。裏剣とかもちゃんと剣。技当てにくいのはこのしゃがみ中パンなのかなって気はしてんだけどね。
Round two. Fight.ダンストの速さか。ダメージ1アップ、ダメージ1アップ。 You win. なんか技術介入できる部分を 見つけたいけどな。 なんかこの組み合わせでここ差つくぞみたいなさ、差し返しぐらいしか思いつかねえんだよマジで。ソニックにダイヤしはね、あの歩きダイヤ、歩きソニックとかやれちゃうと結局あんま意味なかった。ピュー出して、まあ、CA 使うかな。いや、さすがにないよ。いや、使うでしょ。使って、で余生を過ごすでいいんじゃない？クラクラに来たね。続けてると相手のゲージ溜まっちゃうと思って多分クラに来たね。ガイルの同キャラってガイルって基本的にゲージいらないんだけど、同キャラはなんか EX3 回打てるから、もしかしたら残してるのかもしれないなと思った。今っつうか前も前から思ってる。